G S G K 現地集合解散イエーイイエーイ活躍的な仕様に大事なところが出てなかったけど大好きこういうところ興奮する楽しそうえめっ全着かちゃちゃちゃーん喜び白米食べれるくらいです香りがすごい喜んですねお日様暑いやんあれあサニーやんサニーやん GSGK 現地集合現地解散スタート続いてのスポットは120年続くこだわりですおすごい120年120年なんかこだわってることありますか皆さんいやそもそも知らん知らん120年してないんです20年ちょっとしか生きてないのよ、うんあ、これじゃないこれか、ね、うわーいい看板すずうわめっちゃいいこういうさ、ということで松福堂さんに到着しましたはい松福堂は1903年創業で120年の伝統と技を受け継ぎ地元の人にも愛されるロープ和菓子店屋です老舗かな老舗和菓子屋ロープ今回なんと和菓子作りを体験させていただけるそう。なかなか体験できないもん。めちゃくちゃ嬉しい。しかも120年の伝統。いいの？こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。私たちでも結構できるんですか？そんな簡単な話ですか？簡単な話じゃないけど。じゃないですか。やっぱり難しいですか？改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あのこれって今から何を作るんですか。まあ、おはぎとかあと生菓子。かわいい。キクを切ってもらいます。キク。はい、はい。今からいきますね。はい。これお願いします。はい。でこれここへ。すごい。いい音。こういうの。ギュッギュッギュッと。こう包んでもらうんです。はい。最後こうやって丸める。丸めちゃう。え、わ、きれい。すごい。きれい。で、こしあんは楽にできます。だけども、粒あんはちょっと、粒あんは難関なんです。ちょっと。だんだん丸になってる。おー、きれい。すごい。どうぞ、自分にとってやってください。はい。で、絶対手にくっつきます、あんは。なぜかいうと、手のぬくもりで。うん。だから、寿司のネタと一緒です。だから絶対これ拭きながら、あの、やってみる。はい。緊張する。大体の量で。大体の量。この大きさの量で、見張って。待って、めっちゃくっつくー。だから、そういう時は、で、もう、これで拭いてもらうな、あの、あれです。そうですよね。はい。難しいですね。いや、これやばい。で、包む、うん、キュッキュですか、うん、難しい包むんです、こういうもうそれでそのままもう丸めてください、こういう丸める、うん、はいこういう、はいで、ここ、うん、で、ここ、はい、あ、めっちゃ綺麗あ、もう綺麗やん綺麗え綺麗すごいめっちゃくっつく、でも難しいです、うん、でも全然、ねえこうやって見たら綺麗ですけどわからんこんぐらいめっちゃくっつく想像以上にくっつくよなめっちゃくっつくこんな感じなのとりあえずこのね、あんをこういうふうに丸めながら取った方が取りやすい、うん、あ、なるほどなるほど、うん、多いですかいやもう自分の好きなようにもう大きいからか小さいから別にそれはもう全然わからん、やばい、米が顔ちらつかせてるかも、ちょっとほんまやね、米が見えちゃうはい、はいあ、めっちゃ綺麗綺麗ちょっと少ない少ないですかなんでヒントあげるんですかあえ混ざっちゃう、びっくりした今くるんであ、くるんでか何見てたん？
泥団子じゃない、うん、え見てた見てた、あ、切る、びっくりした、綺麗綺麗、うんうんうん、お、なんか、うん、慣れてる、確かにやってたバイトですね、バイト、そうなの、そうです、あ、でもすごい手つきが、うん、うまい、うまい、なんか包み仕事してた隠蔽仕事です、なんのあ、いいよいいよ、うん、めっちゃ綺麗、綺麗、わ、いけちゃ誰が一番上手でしたか、お、ふゆりんのや、お、やった、ふゆりんの、これはちょっと透けてるのがこれもちょっとダメだ、ダメだ、ダメだ、いいかな、うん、あ、入れ替えてよ、さっき、ごめんごめん、ごめん、粒あんを、ああ、そういうことか、粒あんはものすごく難しいです、速さ勝負みたいな感じ、うん、そうそうそう、もう スピードが、スピードです、いるんです、スピード勝負、いるんです、いるんです、一番違う、BGM いる、なんか たまにだから撮影とか来はった時かってスピード速いからもう撮影できないじゃないですか、うん、おわ、すごいです、はいはい、あ、すごいです、おお、うまい、ちょっと待って、めっちゃくっつく、すごい、どっちもべちゃべちゃもちもちしてるから、あ、そっか、うん、はい、あ、おいしそう、いや、でもむずい、めっちゃ、はい、おお、応援して、応援する、頑張って、早さ勝負、早さが大事、あの、さっきの声返してえ、丸めて、丸めて、丸めて、手をあんのあれにして、あんのあれにして、で、丸めて、置いて、手のあん、手をあんにして、手をあんにして、手をあんにして、応援してな、はい、応援してます、頑張ってください、はい、さよ、うん、よーいスタートって誰か、いきます、よーいスタート、手を安にして、ある程度、あると量あのこれはむちゃむちゃ大きいからもうちょっとな、もう少し、もう少し、もう少し、もうちょっと、それで、それで伸ばして、伸ばして、んで取ってください、伸ばして、ほんで、いや、まだ少ない、あ、少ない、ほんで、それで丸めてる、うわ、すごい、めっちゃめちゃくっつくと思ったもん、くっつくと思ったら、むくんですね、こなしてるんです、あ、なるほど、え、どう、うまそう、うん、はい、はい、はい、これは大きすぎるね、だいたいこれぐらいの大きさ、よーい、どん、あ、自分で言った、てか、ちゃん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 、めっちゃ緩めてるね、おーおー、早い早い、めっちゃ綺麗、ちょっと整えるよ、小刻み揺れるの、なんだてこね、ハンバーグ、ハンバーグ、おーおー、綺麗綺麗、こちら、はい、綺麗、めっちゃいい、わめっちゃ綺麗、スタート、ありがとうございます、ほい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 、あ、すごいすごいすごい、めっちゃつくよ、つく、はい、ごめんなさい、はい、わ、むずいですね、つぶあんはね、全然違う、おおいいじゃん、うん、審査お願いします、はい、おお、これはでっかすぎるな、ね、まあ、これは小さい、まあ、これはちょっと秘密ですね、まあ、これが一番、うわー、すごい嬉しい、上の生地でこれ食べてもらったら何か入ってるんです、ん、何か食べてください、何が入ってるか、今まで来はった人で当てたの2人しかいてます、これ、こっちですか、白は、うん、そう、こっち側の方に何か入れてる、何かが入ってる、入ってる、え、怖いんだけど、どういうこと、いただきます、
何かが入ってる。餅入ってます。当たり、お餅です。当たり、お餅入ってます。これは当てたの何人目ですか。3人目、当てちゃった。お餅です。すごい、そういうことだ。お餅です。伸びるんですこれって。これが生菓子の生地です。へー、すごい。お花がピンクになってきてる、うん、あ、かわいい。あ、すごい。おー、この間を切ります。おー、おい、かわいい。すごい、あるね、こういうの。よく見るやつ。確かに。うわ、すごい。こうやってできてんのや。お、いい。お、すごい。お花になった。すごい。おー、おいー、何が起きた。拭いたらこれ落ちる。すごい、実機したんかと思いました。まずこれを伸ばしてもらいます。これ伸ばす、そのままこういうふうに、はい、あの、あの、これこういうふうに持って、こういうふうに奥、はい、こいつはこういうふうに回していくんです。こう回しながらこうやって進んでいく。こういうふうに、で、最後こういうふうにこう色が好きなように作ってください。好きなように作ってください。あ、いいんですか。いいです。ピンク出て、それ反対にしたんじゃない。ゃ白あん外にしたんじゃない。あれじゃあ多分今のを中に入れるやつやな。ここにやったやつは。どうしよう、中身から帰ってくる。あ、ひっくり返す。ひっくり返してみる。そのまま丸めてください。そのまま丸めてください、うん、こう描くように普通にこうやって、こう、こう、うんうんうん、スーッとこう、そう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 、うん、だからあんまり薄くあってもいい。こすんじゃない。薄いですか、うん、はい、うん、それぐらい、それぐらいです、はい、8。うわ、むずい、うわ難しい。難しい、バランスも難しいですね。軽く押したら落ちます、うん、あの、つきます、はい、うわー、すごい。見た目はすごく綺麗に見える、はい、うん、はい、おー、うん、もっと桃になった方が早いと思います。あ、桃っていうパターンもあるんですか。桃っていうパターンもある。そうなんですね、新しいの。こう切って、で、ここ角でこう、あ、桃やん、いいやん、いいやん。桃にしよう、ちょっとこう、うん、そう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 、で、で、こっち側にちょっとキュッとこう、尖らせて、はい、これで、それで、はい、桃が出来上がりました。桃です。うん、綺麗、椎茸みたい。ほい、あー、はい、はい、おー、うん、すごい。もうこれ拭いてください、ふって拭いて、拭いてもらったら多分飛ぶと思いますんで。いきます。なんか、これ拭きます。肺活量がいつも風邪気味じゃない。いや、もうふって、もう落ちかけてます。なんで落ちないんですか。いや、ちょっと時間かかりすぎてんじゃん。時間か、あ、OKOKOK、 頭が取れました。あかんな、はい、ありがとうございます。ちょリベンジ、お、落ちました、はい。スカッと、いいですか、はい、はい、ありがとうございます。できました、嬉しい、なんか自分で作れるの、ね、お、お、すごい綺麗。これはポンと、はい、これは桃は、桃いらないんじゃない。桃はもう仕方ないですね。わかりました。入れます。あ、全然大丈夫です。葉っぱ置きますか。あ、いえ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 、一応一応置いといた方がいい。桃の葉とかあるよね。桃って葉っぱついてる、うん、こうやって拭いとこ、拭いとこ。わかりました。ちょっと肺活量の量を見せます。いきます。肺活量、量の量いきます。やばい大丈夫。ふざけてるね。いいよ。もっと多分近くでやらな無理だと思います。
口笛吸った量と合ってなくない、うん、なんかやってあげてください。愉快だね。はい、おじまし、ショーブロです。持ってるなぁ。すごいタイミングで、はい、なんでなん、ほんま。ミラクル、なんなん、マジで。もう飛んでっちゃった。いいね、いいね。ありがとうございます。いい感じ、テニス部やからや。関係ないやろ。すいません。じゃあまたあの誰が上手か選手権お願いします。これこれあもうつけれなかったら、まあ、これが一番いいね。でもこれ桃がゆかちゃん、やったいいな、桃の勝利。今度あのあやめ抜いてもらいます。これ肩なんです。あやめの肩なんです。あやめ、あやめ、これを黄色ここに置きます。でこれをここがケツですから、これをこういうふうに置いてここへ肩に置きます。ここで軽く押せます。うん、うわ、おお、すごい、職人めっちゃいいね。すげえ、あやめです。このぐらいでしょ。うん、はい、その量も難しい。量も難しいですよね。でこれがここがケツでしょ、はい、こういうの。でこれを押したらダメなんですよ。枠から出やんようにこういうふうにもう極端な声でいいんです。でこのままこれを差し込んでもらいます。差し込んで、はい、で押してください、はい、でそれでうわで上の木をまっすぐ抜いてください。あ、これもちょっとあれ、いやうわ持ち上がりましたね。わかりました。ちょっと難しいです、ここまでいったら、ね、6つきたな。あのなんか肩が大きすぎた、はい、大きすぎたから持ち上げた、持ち上がった、持ち上がった。だから全然ほら大きさが違うでしょ。はい、少ない。え、これをなどうするの。丸めて、あの先みたいに包んでもらう。でもなんか良さそう。わからん。綺麗枠をはみ出やようにガッとこう。待って、わからん。いや、入れます、入ります、入ります。ほんで、わ、めっちゃ良さそう。ここで、一旦押してください。来た、いきます。上の木、まっすぐ、まっすぐ、取ってください。あ、やばい、まっすぐ、うん、で、今度、うん、ここの角でコンってこう、落ちます。はい、おーおーおー、それも難しい。すべてが難しい、うわ、むずい。なんかちょっといびつな。舐めたらあかんわ。一番難しい、うん、スピードがいいです、これ。あ、これもスピード。なぜか気にくっつくんですけど。あ、なるほどね。うん、パンはい。いきます。で、上の木、まっすぐ。はい。取ってください。まっすぐ取ってください。はい。おで、ここで今度、落としハットしてもらう。わっ、え、綺麗じゃない？めっちゃ綺麗。結構綺麗かも。ちょっと穴開いてるけど。はい、綺麗だ。めっちゃ綺麗。おお、素敵。すごい。え、見て、うまい。綺麗。と思うでしょ。はい。思います。シワ見えてるんです。ええー、なんでしょう。厳しい。シワ見えちゃう。もうどうしようかって、こういう風に、ね、動かされるから。動かされる。パンって。うん、はい。で、それで上の木取ってください。まっすぐ、まっすぐ。はい。で、それでさっきみたいにここでただポンって。うん、おお、きれいきれい。あ、難しい。美味しそう。誰が一番マシですか。まあ、これ、まあ、大きいけどね、これ。お、うん、きれいですね。まだあれやからね。まだあんとか見えてないでしょ。やった。確かに羨ましい。断面切ってみますか。切ってみよう。まず自分の。あ、これ
でもいい感じかも。結構綺麗かも。こんな感じです。うん、あ、綺麗すぎー。ごめんなさい、なんか間違えて切っちゃってなんか、取り分けほじってケーキの取り分けみたいな。そうや、桃やから桃やから別にそもそも違うことしてる自分でさ、作ったものをすぐ食べれるってね、うん、いいよね。いただきます。いただきます。いただきます。うん、うん、美味しい、うん、美味しい、うん、あー、めっちゃ美味しい、うん、自分で作ったのもあってね、うん、美味しい。白あん、うまー、うん、白あんめっちゃ美味しい、うん、あー、あー、うま最高、美味しい。甘くてめっちゃ美味しい。これ何やったら、おはぎも食べたって。おぉ、普通のおはぎじゃない。ええ、あ、むずむずむず。何が違うんやろ。うん、うまっ何が違うんやろ、もち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 。うん、米が違う。もち米は九州の佐賀のもち米で、一等米なんです、ね、市場に出回らんもち米を使って、ここしかおろしませんというもち米を使ってる。だからなんか味わったことない。米の美味しさがすごい、うんうん、ちょっと甘いと思います。甘い、そうですよ、もち米。あんこだけじゃない、うまっ、もちもちで、うん、めっちゃ広がります、米の味が、うん、うん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 、白米で食べたいくらいです。白米で米の味がするのに、はい、米かけるくらい、あんまりあります。どうぞ。これを置かずに白米食べれるくらいです。香りがしつこいやろ、米。さすがに米ごめし。120年の技や伝統をね、学ばせていただいたんですけど、はい、皆さんどうでしたか。いや、楽しかったけど本当に難しかった、うんうん、初めて体験して、うん、なんかさ、普段何気なくこうやって食べさせてもらってるけどさ、うん、こんななんか、ね、すごい技術とかさ、うん、難しいことしてるんやなって思った、うん、ありがたみがね、わかるよね、うん、伝統のある力技というか、力技なこなしなんかまあね、力技術ですね、思い出します技術を学ばせていただいて、本当にこれからもまた食べに行きたいなって思いました、うんうん、はい、ということで、まあ、そんな天さんに今回の MVP を選んでいただきたいと思います。もう全体的に見て、うん、誰が一番上手だったか選んでいただけますか。いや、みんな上手なんですよ。誰が好きかとかでもいいですよ。いや、誰が好きか、いや、みんな上手なんです。誰がタイプかとか、誰がタイプで僕はみんな上手いんです。嬉しい、優しい。強いて言うならいや、C って言うならでもみんなうまいです。嬉しい。もうなんかやっぱり特別もないんですよ。全部一緒なんです。優しい。やっぱりこう120年のね、歴史と伝統と優しさを持った、そうですね、ここのお店は本当に国宝だと思います。お、はい、小福堂さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで和菓子作りの体験を終えたんですけれど、はい、お土産に桜餅をいただきました。あ、美味しそう。めちゃくちゃ美味しそうな桜餅で、こだわりのある桜餅みたいでね、うん、みんなで食べたいと思います。はい、はい、ということで、今日一日どうでしたか、ロケは。いや、でも低予算の割には、うん、めっちゃ楽しめたし、ボリュームのある、ね、めちゃくちゃ楽しかった、うん、思い出ができた、はい、ね、うん、もう伏せっていろんな魅力が詰まった素敵な場所やなって思ったし、うん、今日こうやってロケにメンバーで行かせていただいて、より仲良くなれた気がします。楽しかったです、めちゃくちゃ楽しかった、はい、ということで、以上現地集合現地解散でした。解散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 ですよね。現地解散、現地解散ですもんね、本当に。そうですね。じゃあ、あ、あ、もうガチやん、ガチ解散やん。お疲れ様です。お疲れ様です。いけねえな、ね、すごい、ほんまになんか解散やばい。なんでこっちが悲しい。何
逆やろ。